こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、ぶら下がりね、健康器、あれはね、購入前はものすごくね、憧れるというか、あれがあったら何かが生まれるような気がするんですよ。私も同じです。ダンベル、バーベル揃えました。ベンチも買いました。熱心にやってました、2年3年と。今どうでしょうか。さほどやる気が起きないというね、そんなことになってきます。これはですね、まあ致し方がないことで、まあ、肉体がちょっとだらけてるなと思ったら、まあ買ってみるんですよ。で、試してみて、あ、これはちょっと向かないなっていうふうに思うと、だんだん興味が薄れてくると。手に入れたからこそ分かる価値の変化であり、またね、もしくはこう体を作ってそこそこできたんで、もうこれでいいかなと、まあ運動してそこそこできたから、これ以上はまあ自分の領域じゃないかなと思ったら興味が薄れていく。そうすると今まで必要だったものがいらなくなるというね。だからやっぱ物には必要な時期と、それを卒業して新しいものに向かう時期とがあると思うんですよね。やっぱり私はね、吉谷さんと同じように車で物を言うことがたまにあるんですけども、やっぱりね、免許を取り立ての頃ってどんな車でも運転していて楽しかった覚えが私はあります。でもそのうちに運転するのが当たり前のような日常になってくると、少しでもね、ちょっといい車って、自分で思うかっこいい車が欲しいなと思って、デザインにこだわってみたりとかね、スペックにちょっとね、チェック入れてみたりとかするもんですよ。そうすると今度ね、他の人はどんな車に乗ってるんだろうって気になるんで、他の人の姿見るんですよね。そうするとなぜかね、他の人が乗ってる車がかっこよく見えて、いや、あれは高いのかな、それとも安いのかなってなってみて調べてみたりとかすると、そうするとなんかね、かっこいいなと思ったのは、そのドライバーさんとその背景とか全部もろもろ込みでかっこいいんですよね。で、それを外から見てるからいいなと思うんですけども、実際自分が運転席に座ってみると見える景色って外装は全然見えないわけですよね。だからちょっと変わってくるんですよね。私今ね、ナイト2000、今車検出してますけども、あれっていうのは中も外もドラマなんですよね。外から見る姿もキットだし、中に乗り込んでもキットなんですよ。映画を思い出すところばっかりあるんで、中に座ってもまあ感動的なんですけども、確かにね、外装で気に入った車って内装はどれもそんなに変わんないんで、ちょっと乗ってみるとがっかりするところがあるかなっていうのと、あとね、ミニバン、ベルファイア乗ってるんですけども、あれね、ベルファイアは後部シートに乗ったからこそいい車だと思えるんですよね。私は常に運転席ですから、その車の一部しか楽しめてないというかね。なんかやっぱり後部シートのオットマンをこうバチンと立ち上げて長くなってね、しっかりと寝てみたいなとか思うわけなんですよね。いや、いいだろうなと思いながらも、そんなチャンスはまあ来ないような気がします。ということでね、やっぱりね、手に入れる前の価値と、まあ、価値は変化するっていうのは、まさに変わる価値と変わらない価値とあるんではないかなと思います。で、車に関してですけども、ある34みたいに本当にね、自分が、心の底からね、これはいいなっていうふうに思える、しかもそれがいつ見てもそう思える、そういう車はなかなかないですよね。だって多分吉田さんが何らかの事情で自分の足にしたい車を手に入れた時、それでも多分下取り出さないと思うんですよ。いや、私も同じですね。ナイト2000買った時って、一生私がこれをね、所有していくのが前提ですからね。それまでの車ってのは壊れたら買い替えてとかね、メンテナンス、まあ、当然しますけども、まあ車がない時期もあるかなみたいな感じで、中古車を選んでたわけですけども、やっぱりね、これは一生の付き合いになるなっていう車、なかなか見つからないと思うんですよ。もちろん車に興味がない方はそんなもん見つけなくていいって言われるかもしれませんけども、その人間関係にしても、誰かがデザインしたものにしても、それから考え方にしても、一生携えていこうと思えるぐらい惚れ込むものっていうのが人生の間で見つかるのは、これは幸運なことだと思いますよね。だってね、速稼塾の塾生さんでも、ドリアカの、塾生さんでも、やっぱり憧れて入ってはくれるけども、離れていったりもするわけですよね。だから人間関係でも、そういった教育でつながったことでも、何かに、縁深いものでもね、やっぱ離れる時期って来るわけですよ。だからずっと一緒に歩んでいられるものっていうのは本当にね、奇跡なんだろうなと思います。その中でこの億万長者合宿シリーズみたいなね、このやり取りをしてるっていうのは、多分ね、世界広しといえども YouTuber がたくさんいますけども、私たちだけなんじゃないかなと思いますよね。吉谷さんね、誰がこんなにね、馬鹿げたやり取りをねプロモーション終わってるのに何年もやってるやついますかね。しかもこれからも死ぬまでやるつもりでいるって、その前提ね。これはある意味 R34 なり、ナイトライダーキットなりを手に入れたようなものではないかなと思います。
うん、他の人との動画のやり取りはいつ終わるんだろうっていうところがありますけどもね、いつ送ってこなくなるんだろうっていうところがありますけども、私は吉田さんが必ず返すと思ってますし、その逆もまた真理なりでしょう、うん、これぞ変わらない価値なのかもしれませんし、変わり続けてるから続いてるのかもしれませんよね。いってらっしゃい。